野さん、はいはい、今日はですね、三重県多気町にある多気町、はい、ビソン、ビソン行きたいと思います。うわ、私初なんですよ。ビソン、ビソン初、初ビソン、初ビソンです。天の地のドライブしよう。天の地自動車道清和滝インターチェンジを降りておよそ5分、ビソンに到着です。来ましたね、ビソンにやってまいりました。ここがビソンだよ。はい、なんかすっごく広いんですけど、うん、マルシェみたいな、ここマルシェのビソンですね。ね、うわー、これトマトゾーン、え、全部伊勢ブランドとか書いてありますよ。やっぱり地産地消、地元のものだ。ここはすごい。おー、どうもー、シャーズ。いやどうも、もちマグロ、もちキハダマグロ、 もちもちしてる、うん、すごい確率で選ばれたマグロやからね。え、これマグロ、もちもちなのよ。食感すごいですね、うん、いやうわ、ビソンは広いね、本当に。そうですよね、ちょっと移動大変だなとか思いません、うん、まあ運動にもなるけどね、うんうん、そんな時に便利なのが、はい、こちらでございます。なんとお借りしてこれで移動することができます。ビソンの中を。そうです。うわ、レンタルモビリティに乗って向かった先は山々を望む宿泊施設のエリア。ビソン楽しい。なんか見えてきたよ。ここです。ここなの。到着です。大自然に囲まれたプライベート感たっぷりのヴィラ、もちろん露天風呂も。いや、厳しい仕事だな。いや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 。一気にもう誰もいない感じじゃない、このプライベート感。これは開放感あるわ。三重県多気郡多気町のビソンは紀勢自動車道清和滝インターチェンジからおよそ5分です。